前説は、スタジオ5組とアクスシズの共同制作による日本のテレビアニメ作品。2020年10月から12月まで東京 MX 他にて放送された。当初は2020年7月からの放送を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で延期となった。ラキスタで知られる、美水鏡がイラストを手掛けた、バイトに明け暮れながら、 お笑い芸人を目指す少女たち4人の姿が描かれる。お笑い芸人を目指そうとする19歳の若手乙女の北風吹雪、小柄島冬、新谷林、朝起きなゆたがいた。朝晩アルバイトをしつつ本気でネタの練習を励む。笑いで皆を幸せにしよう。皆の幸せで私たちにも幸せが届くという綺麗事を大義名分に頑張っているものの4人は メガ出そうもない存在だった。そんな時、ナンバーグランド花月への舞台に立とうとする目標が生まれた。ただし、最初は、身の回りから始めようという考えから、東京都渋谷の吉本ホールの最下層、ファームクラスの舞台へ立とうと4人は立ち上がる。また、真冬の妹の小柄島夏とその幼馴染みのかなり、カナエの高校1年生コンビも、学校の先輩芸人コンビの、 JK クールを目標として、お笑い芸人への道を目指そうとする。総勢8人かつ4組の日常のストーリーが描かれる。実在のお笑いタレント。それぞれ本人役で出演する。オープニングテーマ、ピッピッピッハッピー。エンディングテーマ、いかがわしいバイキング。第1話、オープニングテーマ。サインは、北風吹雪、小柄島冬、新谷林、朝木なゆたによる楽曲で。 作詞を、安藤社、作曲、編曲を、上前明が手掛けている。その他、以下の楽曲が使用された。ウェブラジオ、マイセツ、ラジオつかみは、上々が超。A&G にて2020年10月2日に、特番として、単発配信された。町田孝子による小説、マイセツ、のマイセ説が、 月刊コンプティーク2020年2月号から12月号まで連載され、同年12月10日に角川より発売された。ISBN 978から4から04から11万1 0 5から8。イラストは美水鏡。神名月はうさぎによる漫画が月刊コミックアライブにて2020年9月号から2021年7月号まで連載された。ありがとうございます。